ジャンポケ斎藤の息子、顔出しに、イケメン、ママとパパそっくりの声、妻、瀬戸沙織が公開を笑いトリオ、ジャングルポケットの斎藤慎治、38の妻でタレント、瀬戸沙織美実さんが27日、自身のインスタグラムを更新、息子、1の顔出しショットを公開した。今日で1歳10ヶ月、修正月齢1歳7ヶ月になった記念に、と、 息子のドアップショットを披露。一切の愛をしすぎて可愛いすぎる息子をたくさん目に焼き付けておきたいと思います。パパで気合いしすぎて大変わらと愛情たっぷりに綴った。ファンからは、斉藤さんそっくりというかそのままですね。ママとパパそっくりで可愛いすぎます。将来は、イケメン確定ですね。さらにイケメンになってる癒されますね。めっちゃ可愛い。天使やん。綺麗なお顔立ちなどの声が寄せられている。 二人は2017年12月12日に結婚、19年11月27日に第一子となる男児が誕生した。